予算も作って、今日は17問やります。で、先ほどですね、参議院の方からこのセミナーでどういうことを最低限おつかみしたいですかって質問しましたらね、まあ、一人の方がですね、基本をちょっとしっかりとやってほしいと。基本のね、柱ね、多分ですね、いろんなところで、まあ、テレビとかも含め軽減税制のセミナーって多分皆さん受けられてると思うんですよね、うん、その中で多分ですね、細かい話が多いと思うんですよ。軽減税率のセミナーって言ったらね、いいというか何パーだっけ何だっけとかね、そういうちょっと細かいところが多分多くてですね、柱の部分が喋られてない、語られてない、伝わってないような気がするんですよね。で、ちょっともういきなり本題に今日行きたいんですけど、僕が一番伝えたいこと行きたいんですけど、ちょっと質問させてください。これご存知の方いますか？インボイスっていう言葉、これを知らないっていう方手を挙げてください。知らないって、はいはい、ありがとうございます。ほとんど知らないですよね。でもね、結論から言うときます。今日僕は何しにここに来たかって自分で問うたら、やっぱりこれを伝えに来たと僕は思ってるんですよ、実はね。あ、今すごく皆さん手を挙げてくれてよかったです。インボイス、僕今日しゃべります。で、結論からいくと、4年後にちょっととんでもないことになっちゃうんですよ、これを知らないと。4年後ね、2023年のケース、ね、正直今度の10月の、ね、軽減税率導入のかどうでもいいです、はっきり言って、はっきり言ってね、あ、面倒くさいでしょ、面倒くさいだけなんですよ。面倒くさいだけレジ買えなあかんとかね、面倒くさいだけパートアルバイトをね、ちゃんと研修しないとトラブルに起こしてね、面倒くさいとか、それだけなんですよ。ただただ面倒くさいっていうだけなんですよ、基本的に。正直売り上げってあんまり変わらないと思います、ね、10パーになったからですね。しかしこのインボイス導入されてしまうと、下手したら潰れちゃう会社いっぱい出てくるんですよ、ね、そのぐらいの大ダメージのところですね。で、ここがね、本当に伝わってないんですよ、全然、ね、僕は昔ですね、中小企業がどういうかっていうのをね、集まりに入ってまして、その集まりでですね、まあ、友達がいますからね、これはね、大笑いに行って、聞いてきたんですよ、まあ、僕の後輩なんですけどね、釣り具屋の彼なんですよ、インボイスって知ってるって聞いたら全然知らないと、ね、うん、で、5分ぐらいかな、一緒に飯食ってた時に喋ってあげたんですけど、もう5分後には目から鱗落ちてね、そうなんすか後藤先輩っつってね、知りませんでした、みんな知ってんすかそんなことって、いや知らんよって、僕知らないからみんな知らないですよねっつって、じゃあどういうかで教えたってっつって、